しているので期待してください。はい、お願いします。はい、そうですね、じゃあ来シーズンの目標はとりあえず2桁得点目標なので、まずそこを達成できるように、はい、頑張ります。はい、ありがとうございました。力強いお言葉をいただきました。いや、もう本当に一番先輩ですから、ね、藤さん今日大活躍してくれましたから、ね、じゃあ最後にこう締めのというかメッセージと大球の興味、そして一個約束をねお願いします。とりあえずは僕自身今シーズン、まあ、先シーズンですから、やっぱり不甲斐ない、まあ、自分でも自分の結果もありますし、まあ、チームの結果もあるので、しっかりチームの中心としてしっかり怪我しない体を作ってチームの力になれるように頑張りたいと思います。はい、じゃあ1個約束、約束、はい、はい、来シーズンはもうちょっと絵が約束ですよじゃなくてじゃないですよね。先シーズンの目標が23、僕の背番号23ゴールが目標だったんですけど、それ全然足りなかったので、今年こそ23ゴールしたいと思うので、約束、応援よろしくお願いします。いただきました、ありがとうございます。いやー素晴らしい。はい、ということでね、今日一日楽しいでいただきましてありがとうございました。ということでね、また皆さんお時間ということでね、イリフリアイスアリーナでになっちゃうんですかね、もうね、もう少しいろいろ始まっていきますので、質問いただいた方とかね、まだありますもんね、あちらにキリンもありますんで、もうね、もういいんじゃないですか、欲しい人は。なんかもうそういうルールですよね。はい、もう勝ち。ございますんで、はい、というわけで、本日以上でございます。最後は、日光のスーパーマリオ小林さんによるね、擬音でお別れしたいと思います。それでは前の方にお願いしますね。ここも恒例にしましょう。1,2,3だみたいな感じね。じゃあやりすぎたらちょっと恥ずかしいけどね、2倍飛びますからね。それでは、日光のスーパーマリオって呼ばれてるんですよね。はい、それでは皆さん本日はありがとうございました。